りたくなるかもです。縁のテロップに名前さえ載らない、色中の鼓動単なる波形にしか思えなし、個体差なんてどれもいいじゃない、冷たい心気持ち笑えるわ、数字にすればなんてだ、つまらないほど無理になるのね、感じる世界を見せてあげたら、あまりの恐怖にリレンスでしょう、2週間くらい前まで小指でギュの方だと勝手に自分の中で勝手に思っていて、で、確認をしたんですね一応で、まだ、曲の資料が届いてなかったんで、すいません私どっちを歌うんですかねって言ったら、返ってきた返答が盛り上がる方ですって言われて、アバウトだなと思ってどっちも多分盛り上げてくれると思うのでね、実際ありがとうございます。すごいだから盛り上がる方って言われてもわからないんですけどと思って、でもその時に、いやでも多分表題、みんな表題曲を歌ってらっしゃるんで、いや多分小指の方だろうと思って勝手に思い込み、勝手に練習をして、本当無駄な努力に終わりましたでも本当に今日は盛り上がってくれてどうもありがとうございました。はい、でもですね、皆さんこれからまだまだ何曲もあるんで、
皆さん頑張って